ノースブリッジの一例ノースブリッジとは、PC、a t 互換機のマザーボードにおいて、かつての2チップ構成のチップセットのうち、CPU に接続される方のチップを言う。ブロック図では髪型に位置しており、ブロック図を地図に見立てた場合に来たに該当することと、バス間のデータ橋渡しを担う部品であることからこう、呼ばれた。もう一方のチップである。 サウスブリッジとは初期を除き専用の回路で結ばれ、システム内の比較的広い帯域幅を持つバスや入出力ポートを担当した。特定範囲の CPU 専用品である。適合するサウスブリッジも特定範囲の製品である。CPU フロントサイドバス、メインメモリバス、AGP、PCI Express X16 バスなどとのインターフェース回路が入っていた。 グラフィックス機能を統合したものも存在した。AMD のアスロン64、アプタラン、AMDFX、AMD フェナム2、アスロン2では CPU がメモリインターフェースを持つため、それらのためのノースブリッジにはメモリインターフェースは含まれていない。マッキントッシュや組み込み向け製品ではノースブリッジにあたるチップをシステムコントローラーと呼ぶことが多かった。 2020年現在、市販されているパーソナルコンピューターのマザーボードにおいては、かつてノースブリッジに搭載されていた機能はすべて CPU に統合されたため、見かけることは稀になった。バスと表される場合があるが、1対1で対抗決戦され他のデバイスは接続されない。ため厳密には一般に言う、バス決戦ではない。ありがとうございます。